長期分散投資の生活費の見直しについてご相談いただきました。固定費ですね、あと節約手段、あと上手な節約手段、まあ、保険の解約とかミニマムの生活とかそのあたりについてご相談いただいてますね。まず生活費の見直しはやはりですね、固定費ですね。で、例えば保険、無駄な保険はかなり多いと思うので、ちゃんと解約を考えると、あと、まあ、上手な節約手段としてはやっぱり固定費の見直し、そして大きな金額からの見直し、家賃、保険、通信費というところですね。でミニマム生活っていうのはもうこれから必須になると思います。まあ、コロナとかですね、戦争とかいろんなことからですね、どん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 ですね、あるべき姿に向かってきてると思うんですね。でミニマム生活はもうあるべき姿ですね。日本人の全員が必要になってくると思います。